では今回は、リートベルト解析の後に、歪みと結晶サイズを求めてみたいと思います。まずこちら左側は、リートベルト解析し終わったところです。 RWP7.10 とちょっとプロット見てみましょう。非常にこのように、非常に良い状態でフィットがなされています。それで、あ、しまった。どっちでしょう。ですね。で、ここからですね。ある式を使って、解析を行います。で、右には、リータン FP の開発者の、マニュアル、書かれたマニュアルをこちらに出しています。ここで例えばウィルと入れてウィリアムソンホールメソッドというところを見ると、もうちょっと上にもう少し細かな解説が書かれているんですけども、結晶サイズとマイクロストレインを計算するということですね。それで、ウィリアムソンホールとあともう一つの方があります、書かれています。このホルダーワーグナー、ちょっと呼び方正しいか分かったんですけど、ホルダーワーグナーで、こちらの2つの、プログラムがリータン FP に入ってまして、それで計算するということですね。まあ、式のや中身の詳細というのはもうこちらのマニュアルを読んでいただければ分かるようになっています。で、リートベルト解析が十分に終わってですね、このように良いところまで行きましたら、それを使うのは、この MSCS というボタンになります。でこれを押すと、このようにして、結果が出ます。で、これは何の結果かと言いますと、ホルダーワーグナーの方式のものになっています。で、この傾きと、この切片から、値を求められます。で、縦軸のこの切片のところと、この図ですと、線で割って、割った値が、歪みの2乗をかける16、の値になっていますので、そこから歪みを求めて、それを100倍するとパーセントで歪みが出てきます。で、結晶子サイズは傾き、この傾きを線で割った後に、ある倍数かけて、シェラーの定数の倍数かけて、さらにラムダで10で割って結晶子サイズナノメートルが出てきます。でこの、シェラーの定数なんですけど、0.94 とか 0.90 とかいくつか値があるんですけども、大体どの論文見ても3分の、3つ大きくあるんですけども、どの値でもいいです。大体みんな同じ確率で出されてますんで、好きなもの、まあ、こだわりがあれば理論的なこだわりの理由を考えてやってもらうということですね。で、この入力ファイルも一応作られてまして、それに対応するのもあります。.ins のところで、MSCS と入れて、でここの下のところに見ていきます と、どんなものをやるのかというのは細かく出てきます。でここに2っていうのを見てもらうと分かるんですけども、コマン、ホルダーワーグナープロットを行いますよというのが書いてあります。これを1にしたりとかすると、こちらのウィリアムソンホール法になったりするということになります。他にもいくつ、このようにして検索していただいて、変えるべきところがあるとは思うんですけど、あ、ここしかないですね。なのでここしかないのでいいですね。あともう一つ重要な部分としては、この パワーという書いてある部分です。でこれは何かと言いますと、まあ、一番単純なものです と、ガウス分布で考えていただければいいんですが、ガウス分布の、畳み込みというのは2乗で、なります。なので、でボイド関数、ローレンチャーは1乗で畳み込むと1乗になるので、シグマの値が、シグマの値が、半値幅の値が畳み込まれることになるんですけども、でボイド関数は1から2の間の中間の値を取ります。で、一応これは、ガウシアンの、ものに対する畳み込み、つまり半値幅の、重ね合わせが、2乗で、2乗の、累乗平均かなって言えばいいですかね。自乗したものの、それにルートを取ったもの、自乗したものを足して、それにルートを取ったもののものになりますよということになっています。で、
1から2、ボイド関数を解析を使ってやってると思います。それはどこで分かるかと言いますと、解析してると分かってくるんですけども、この NPRFM というところですね。これで、モディファイド、ここに書いてありますけど、偽、ボイド関数となってます。なので、ボイド関数を使っていることは、分かります。で、1から2のどの値を取るかっていうのは、いろいろと1から2の値の間を試していただくとか、ボイド関数での結果からどれがいいのかっていうのを算出してもらうしかないですね。それで自動的に、今のところ算出する機能はついていません。開発者にそれお願いしますって言ったら、もう値を変えて合理的なのを探してほしいっていうのを言われましたんで、まあそうするしかないんですけど、まあちょっと待ってください。まあ、それはしょうがないかなとは思いますね。まあ、とりあえず2のままでやってみてもいいと思います。どちらにしろ、ローレンチ幅は、寿命に効いてきますし、ガウス分布は実験装置の、ものにしてきますから、実験装置の影響の方が大きいということになれば、2にすれば、2.0 の方がいいということになってきます。まあ、どの値かは、ボイド関数を調べた時に、ローエンチャントボイド関数の重ね合わせの程度から見積もってもらって、1から2の間のどの値にするか気になる人は調べていただければと思います。で、まあ、このようにして、計算できますので、皆さんもいろいろと分析していただいて、結晶サイズや歪みというのを、このような方法から調べていただければと思います。まあ、今回は以上で終わります。